こんにちは。3月17日の放送になりますけども、今回は YouTube のことについてちょっとお話しますね。今、メールボックスが見えてると思うんですけども、上から3つ目、YouTube クリエイターズ、隠居久保哲郎さん、チャンネル登録者が1万人達しましたというね、お祝いのメールが来ました。これ開けてみますね。はい。おかげさまでね、こういう風な動画をいただくことができました。あ、嬉しいですね。こういうのね、私初めてなのかな。1000人ぐらいでも来たかもしれませんけども、私ね、この今お見せしてる動画を見るの初めてです。1万人達しました、みたいなね。はい、隠居久保哲郎、1万人ものファンを獲得しました。これだけ多くの人たちがあなたの動画を気に入り、チャンネルをサポートしてくれてます。この嬉しいニュースをファンの皆様にもお伝えして、記念すべき瞬間を一緒に応援しましょう。いや、本当に嬉しいですよ。あ、これだけですか。これだけなんですね。まあでも、YouTube からもこうやってプレゼントしてくださったということで、感謝感激でございます。本当にね、YouTube を支えてくださる、私の YouTube チャンネルを支えてくださる、今この動画を見てるね、皆さんのおかげでここまでやってくれました。で、皆さんとはこれから一緒にですね、10万人の旅へも向かいたいと思います。10万人に向かう過程では2万人、3万人、5万人ってのも当然あると思いますけども、そういったまだ見ぬ私の視聴者さんとも、今ね、ご覧になっている皆さんは、つながっていくということで、SNS、YouTube の素晴らしい力をね、これからも、利用させていただこうかと思います。まあ、もしかしたらね、この動画を見ている方の中では、まだね、自分は1000人も行ってないんだよ、とか、まだね、100人ぐらいだよ、200人だよって方もいらっしゃると思いますけども、すごいことなんですよ。自分の動画を見てくださって、次の動画にも期待してくださって、チャンネル登録してくださる方が、10人でも20人でもいるっていうのはね、これは確実にあなたのファンですからね。そのファンの方がね、気に入ってくださるような動画を、また作って、お届けする、情報価値を提供するっていうことの活動っていうのが、この YouTube をもってできるってことはね、本当に私たち恵まれてるなと思うばかりです。まあ世の中にはね、人の不安を煽ったりとか、ありもしないようなことをでっち上げて、チャンネル登録者数を増やしたりとかね、再生数を稼ぐだけの目的の方もいらっしゃいますけども、これからは、このね、再生数を稼ぐためだけの過激動画っていうのは、もう広告承認とかされなくなってくるし、アカウントを止められる可能性もありますから、本当にね、自分の表現したい、世界を自分の節度を持ってやっていくことが求められるのかなと、私は思いますね。そうなんですよ。利用規約って YouTube からもう出されてますけども、私たちクリエイター一人一人が自分で節度を持って、まあ、こじんまりと行くってわけじゃないですけどね。これは明らかにやりすぎだなってものは、自分で判断して、自分で、そのね、枠組みを決めていくってことが求められてるんではないかなと思います。はい、本日は以上です。回数がですね、皆さんに感謝の言葉がありません。ありがとうございました。それでは、失礼します。